ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。なるなんて、これ以上は無理だ。撤退するぞ。ああ、ありがてえ。俺たち見捨てられてなかったんだな。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。神尾殿の命が危なかった。よくぞ来てくれた。
我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。お見事、見てるこっちも奮い立ちますぜ。数が多い。こりゃ簡単には勝てそうもねえな。方針殿、言葉を慎まれ。手に聞こえては指揮に関わります。敵が敵が敵敵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 我が波動の前に滅ぶよ。おのれ、これで勝ったと思うなよ。さすが皆の規範たるお働きを。お見事、見せつけてくれますな。これこれで勝ったと思うなよ。窮地を脱することができた。救援感謝する。乱の迅速な平定のため貴殿らに協力しよう。我が道を行く。またさせん。いらっしゃい。毎度どうも。いらっしゃい。毎度どうも。
天すでに死す。御天まさに立つべし。ボングども、天の奇跡を見よ。天の力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を打つのだ。天よ、聖烈なる雷の力を我に与えよ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。おお、天よ、我に力を授けたまえ。あの要衝を抑えた方が勝ちそうじゃろう。有効せい。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。メイヘイ。目標は定まった。全軍進まい。御天まさに立つべし。ボングども、天の奇跡を見よ。えい、天の力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を打つのだ。聖烈なる雷の力を我に与えよ。足場を崩し戦意を損。天よ、当然たる氷の力を我に与えよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。あの要衝を抑えた方が勝ちそうじゃろう。有効せい。目標は定まった。全軍進め。
守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。猛徳こそ真の三国武装よ。暴君のやからめ許さんぞ。虫けらの分際で図に乗るよって。すでにお前は罠だ。私の罠に翻弄されるがよい。私の命運はここまでか。何故に天の過去があらんことは。見事だな猛徳、さすがは歯を行く者よ。ほう、わしの窮地に駆けつけるとは殊勝な心がけではないか。この騒乱は天がわしに与えた好機。わしは必ずこの機を利して栄華をつかんでみせる。その時は貴様にも目をかけてやってもよいぞ。うわあ、あれが董卓か。聞けば奴が宦官と通じ将軍の一人を陥れたことで官軍の戦線が混乱したらしいが。自分のためなら平気で人を踏みにじる出会いか。嫌な感じですな。ああいう単純な欲で動いている奴ほど執念深く厄介なものよ。警戒するに越したことはなかろう。わっ、誰にも邪魔はさせん。さすが皆の規範たるお働きよ。いや、敵の要所を叩く。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ふん。おお、天によ、我に力を授けたまえ。
が破壊されるとは。無力よの。これでは全力を出せん。目標は定まった。全軍進め。鹿が失われていく。またも再起を壊されたか。ゴッセイティッンゲイフンホッセイヘイ。敵の狙いはこの地と見た。このども守備を固めよう。再起が全て破壊されるとは。我が力の源では。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。目標は定まった。全軍進め。そうてんの獣め、同志が苦しむよ。天はお許しにならない。黄金刀を率いる聴覚は倒した。フッ、官室に逆らおうなどとするからだ。おお、聴覚を討ち取ってくれたか。きっと帝もお喜びになることだろう。貴殿ほどの英傑を地方の一役人にしておくのは惜しい。私から帝に奏上し、貴殿を楽葉に呼び戻したい。どうだ、悪い話ではないであろう。ありがたいお言葉。しかし聴覚を失った今も各地の黄金刀はまだ略奪を続けております。私は今しばらくそれらの鎮圧に当たりましょう。そのようなもの、貴殿が相手にする必要もなかろう。そのあたりの義勇兵にでも任せておけばよい。貴殿のことは東卓殿からも推薦を受けているのだ。よいな、すぐに洛陽へ登ってくれ。任しときゃいいって。この騒乱がそんな簡単に収まると思ってんのかね。このまま放っておけばそれこそイナゴみたいに天下を食いつぶしちまうってのに。うん、毛徳、まさか奴の言葉に従うのか。うん、これは存外好機やもしれん。騒乱の元凶たる悪政を正すためのな。無論各地の騒乱も捨ておくことはできん。だがそれはわしでなくともできよ。董卓ではないが、これこそわしに与えられた機よ。なるほど、
洛陽に救う関心どもを排除するか。毛徳、お前の信じるように動けばいい。俺たちはお前の追払いをし、背中を守るだけだ。まこと、お主らはわしの孤高よ。官軍や義勇軍の活躍により太平堂の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。董卓め、混乱に乗じて帝を手中に収めるとは、十条寺を廃した苦労が無駄ではないか。宮中にて八つ目の暴政をいさめた者らは皆処刑された。今残っている連中は怯えて役にも立たん。嘆かわしい。一刻も早く八つを倒し帝をお救いせねばならんというに。首相だな、袁紹よ。で、具体的な行動はいつ起こすつもりだ。皆反董卓の騎士はお主と知っている。そのお主が手をこまねいていては火を逸しようぞ。ええ、そう簡単ではないのだ。董卓には呂布なる豪傑が付き従っているのだぞ。奴をどうにかせねば董卓を忠することなど。策謀には無関男よ。路地の先まで工場が聞こえていたわ。毛徳、さっき董卓から使者が来たぞ。黄巾鎮圧に尽力したお前と吉見を結びたいだそうだ。無論内実は堅能だろうな。ま、目をつけられるのは当然でしょうな。殿は袁紹と窮地で、袁紹はあの通り明け透けなわけですから。手をこまねいていては気を逸する。腰が重い袁紹を
焚きつけてばかりもおれんか。ならば今火をつかむべきはこのわしよ。いよいよ動くか。ならば俺たちにも話を聞かせてもらおう。トータクを除く方法は二つ。より巨大な力を持って押し潰すか、あるいはごくわずかな力で懐に飛び込むか。巨大な力など今は望むべくもない。ならばわしが取るべき道は一つよ。懐って殿、それはまさか。落葉城に忍び入り董卓を暗殺する。炎章にはできぬであろうし、他に当てもない。ならばわしがやるしかあるまい。ふん、聞きたくもない手だが聞いてしまった。言い出した以上止めても無駄なのだろう。毛徳、俺と縁は脱出路を確保しておく。守備がどうなろうと逃げねばならんだろうからな。そういえば炎章が言ってましたな、董卓のそばには呂布という豪傑がいるとか。殿、無茶だけはしないでおいてくださいよ。董卓のいる宮城は長領が守っているか。その武勇は天下に名高い。注意が必要やもな。